ムサウェルティナはバナナの一種。ピンクバナナ、または毛皮バナナとも呼ばれる。この植物は、もともとはアッサムと東ヒマラヤに生息していた。この植物の果実の大きさは8センチメートルで、果実の色はピンク色である。果実はピンク色の花の茎で生まれる。ムサウェルティナは1年以内に花を咲かせ、果実をつける。果実は熟すと剥がれる。 果実は多くの場合は干渉用植物として栽培されているが食べることができるほど柔らかく甘い果肉を持っている。だが種子は葉が欠けることがあるほど非常に硬い。種子の発芽には最大6ヶ月かかることがある。温度は20から24度の間で保つ必要がある。栽培をするため種子をまくためにはまず種子をぬるま湯に約1日浸す。 浸した種子を細かい対肥に植え、太陽光で摂氏20度摂氏24度の一定温度に保つ必要がある。発芽するまでに最大6ヶ月かかる場合もある。植物は暖かい季節には屋外に置くこともできるが、冬には温室に持ち込み保温をする必要がある。カタログオブライフよると EN、ムーサベラティーナ翻訳元。ありがとうございます。